中心に美味しいお店を紹介しています。食べて飲んですする、チャンネル登録よろしくお願いします。こんばんは、みゆみのハンナリ京都 TV です。京都駅ビル26周年企画ラーメン工事ラーメン会女帝がお送りする勝手にランキング。高槻高輪商店、飲んだ締めにはバッチリと思うようなメニューが山のようにありまして、兄さん来た来た、はい、ありがとうございます。高槻の中村商店の極うまラーメン、うまっ。でこのツルツルの平打ち、うん、うまい。レアチャーシューとバラチャーシュー、レアチャーシューとバラからいこうかな。レアチャーシュー、めっちゃ合格。飲んだ締めじゃなくてもお腹いっぱいでもお腹がパンパンでも食べれる、もうコクのある、塩ラーメンでもコクのある、めっちゃくちゃ美味しいラーメンでした。東京東池袋大商店、東京のラーメンを京都駅ビルで食べられる。もちろん今日食べるメニューは京都店人気ナンバーワン濃厚魚介つけ麺。見てこのつけ麺、つるつるもちもち、うん、このままでも食べれる、ほんまに。程よい甘みでね、めちゃくちゃ美味しい。ゴロンチャーシューも入ってますよ。うん、別のできる武井さんにちょっと似てる。これは美味しい。京都風、うん。大商店にお邪魔させていただきましたけども、魚介のつけ麺めちゃくちゃ美味しかったです。ぜひ皆さん、つけ麺、魚介系食べたい方は京都ナンバーワンのメニューがありますので、ぜひ行って食べてみてください。はい、麺屋花田さん、ここはまぜそばの聖地よ。まぜそばの元祖聖地で、人気ナンバーワンは台湾混ぜそばないけど、めっちゃすごいのがあるので肉デラックス混ぜそば、今日はこれにしたいと思います。麺はいかに、めちゃくちゃ、うん、見よこの厚切りチャーシュー、うん、ものすごい食べ応え、焼き豚って感じね。バラ肉とロース、焼肉タンの味、めちゃくちゃうまい。これもハマるかも、私好きやわここ。うん。初めて来てデラックス注文しましたけど、めちゃくちゃ美味しかったです。麺も美味しかったし、タレも美味しかったし、チャーシューも美味しかったし、ここはおすすめの
店舗になりますので、ぜひ皆さん京都駅ビル来た時に混ぜそばを食べたくなったら麺屋花火さんに来てみてください。うまそう。これね、このね、赤がね、食欲そそるわ。東大スペシャルにしようと思います。もうね、こんなん置いてんねん。生卵無料ちゃん、ではご覧いただきましょう。どうぞ。いやー、美味しそうやちょっと生卵大好きなんで、ね、卵にそそられて割りましたよ。スープがね、よーなんかトロトロしてる感じやな。うん、おー、うまっ。あー、麺も美味しそう。優しい甘みの風味がたまらん。東大ラーメンってこんな美味しかったんや、めっちゃびっくり。京都駅ビルラーメン工事、すき焼き風のラーメンが食べたいときはこちらラーメン東大さんに来て至福の時間をお過ごしいただきたいと思います。では、じゃあ今日は王道来てるで。創業昭和23年、背脂チャッチョ元祖増谷さんよ。増谷もね、駅ビルに入ってるんですよ。今日はここで美味しいラーメンを食べたいと思います。チャーシュー麺並に卵トッピングします。来ましたよ、これが背脂チャッチョ元祖の増谷のラーメン。久しぶり、まさか駅ビルで食べれるとは。ではいただきます。黄金に光り輝く鶏ベースの、鶏ガラベースのスープ。うん、間違いなくうまい。さすが元祖ふたりの会話。元祖スープに絡まるこの細麺がめっちゃくちゃ美味しいですよ。マスターに食べましたけども、駅ビルでも本店の味を楽しめました。ほんまに美味しかったです。皆さん、本日は背脂チャッチャ本格元祖マスターにいただきました。駅ビルに来られた際にはチャッチャ系食べたくなったら、皆さんこちらのマスターには寄ってみてください。では最後、一行者さん、めっちゃ並んどるわ。まあ、チャーシュー麺ナンバーワンでも、私はこれ、この黒ラーメン、これをね、ずっと大好きでずっと食べてたのよ。今日はこちらを紹介したいと思います。来たよ、一行者。私の大好きな大好きな大好きなラーメン、お届けください。ありがとうございます。これね、からし高菜と白生姜とニンニク、これがね、ついてくるのが美味しい。でも京都駅ビルの中での博多のラーメンを食べるならここや。だから心の場所で一行者。
楽しみに、よく来るけど楽しみに、白生姜と高菜、これはね、言ってくださいね、スタッフさん。真っ黒、これがめちゃくちゃ美味しいねん。で、私はすぐさまこのごま入れます。すぐさま入れます、躊躇なく入れます。これうそー、見よ、この博多の真っ黒、これね、麻油やね、麻油。うん、この焦がしがめっちゃ香ばしくて美味しい。熱々、博多ならではの超極細麺。何回食べてもうまい。独特やね、ほんまに。普通の博多ラーメンと違って、まあ博多ラーメンあんねんけど、ナンバースリーのこれが好きで、何回も言う、この香ばしさがすごい美味しい。黒いお風呂の中にチャーシューを浸していただきますよ。チャーシューは見た感じ固めに見えるけど、ものすごくレアに近いチャーシュー。苦手な人は無理かもしれへんけど、私こういうの好きやから、本物臭がすごい、ほんまに豚々しい感じ。ちゃんとカッキング、生姜大さじ1杯、高菜大さじ1杯、これをね、こうやって私は混ぜて食べます。うん、高菜でピリ辛になって、白生姜ですごいすっきりした、完食しました。ごちそうさまでした。大人気やな、小金屋さん。11月15日オープン。一番人気、豚骨チャーシュー味玉で950円、安っ。これにします。ありがとう。大門席ラッキー。完成。これ見て、この盛りすごいな。この溶ける前にいただきます。かなりの豚骨のみらしいよ。豚骨のみ、濃厚と思いきやあっさりの極濃厚や。ドロドロな感じじゃない、めちゃくちゃ美味しい。豚骨だけってこういう感じなの。麺はやっぱりね、博多風やな。麺博多風、大変失礼しました。極細極細、豚骨のコクやばいね。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。豚骨の甘みがめっちゃ美味しい、ほんまに。ビビルにすごい新店舗がやってきましたよ。あ、ラーメンのキクラゲとかよく入ってるけど、なんかね、本格的なキクラゲ入ってるね、こちら。ふんだんに。うん、やっぱり全然違う。普段食べてるキクラゲと全く違う。
このキクラゲもめちゃくちゃ美味しい。本気や本気本気。チャーシューがね、チャーシューレアと炙りと2つ入る。最高級生ハムの分厚いなんて感じ。すっごいこの豚骨に合う。生を食べてレアを食べてこの麺をまたすする。すべての素材全部本気。めちゃくちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。京都駅ビル新郎さん小金屋さんのちょっとすごい、ここね、ほんまさっきも言いましたけど、ちょっとぐわっと私の中では上下に上がるぐらいめっちゃ美味しいです。ぜひ皆さん、本格豚だけの豚骨食べたい方はこの小金屋さん、ぜひぜひ食べてみてください。ほんまに美味しかった。今ね、夜のね、8時ぐらいなんですけど、もうちょっと前だとめっちゃ並ぶんですよ。今も並んでる、並んでるからここに来ました。やっぱりね、高松さんつけ麺なんで、大盛り区で大盛り、大盛り、大盛りのチャーシューマシア、チャーシュー盛り、リーゾー界の石薄焼き、全粒粉麺、めっちゃ美味しそうやないの。大盛りになります。はい、大盛り、はい。あ、美味しそう。スーパー食べ直してきますので、いつ見てください。ありがとうございます。うわ、めっちゃ美味しそうやん、これ。やば、美味しそう。これ美味しそう、美味しそう。肉増ししてるからな、ちょっと待っとくわ。私ね、つけ麺ね、今までね、武井さんのつけ麺すっごい美味しくって、武井万歳とか言ってたんやけど、これマジうまそう。じゃあもう香りお届けできへんけど、すっごい魚介の香りこれ。はい、ありがとうございます。開けたチャーシュー盛り、うわー、やば、美味しそう。めっちゃ美味しそう。いただきます。うんうん、美味しい。どっちかというとお蕎麦に近い。お蕎麦、うん、なるほどです。あっさりのお蕎麦に近い、和風に近い感じ。うん、いただきます。うん、やっぱりね、こっちもあっさりしてる、美味しい。和風蕎麦、うまいね。和風魚介鶏豚骨って感じ。見てこの巨大、そしてぬるぬる、美味しそうです。17番系です。うん、高級鶏ハム、高級鶏ハムや、うまい。いつも並んでてやっと入れましたけども、さすが並んでるだけあって美味しかったです。皆さんぜひね、京都駅ビルつけ麺を食べたいと思われた方、業界じゃなくて鶏業界、面白いです、珍しいです。そして全粒粉麺楽しめるので、ぜひいらしてください。こちら麺屋いろはさん富山ブラックラーメン、
ではいただきます。真っ黒、確かに真っ黒。普段京都で食べてるブラックと違って魚介がめっちゃ効いてるので、とってもすっきりさっぱりしたブラックです。なんかチャーシューがね、結構こう炙られてる感じ、ガッサリいこうかな、こんな感じで。うん、チャーシューも甘め、肉の甘めなのか醤油の甘めなのか、このいい甘い感じ。チャーシューめっちゃ美味しい。単独でも美味しかったけど、この麺と絡めるチャーシューめっちゃうまい。うん、いけるいける。さあ、このね、最後までしつこくなく美味しく食べれるって一番いいね、ラーメン。今日の駅ビル美味しいラーメンは富山ブラックに初めて入ったんですけども、あの途中で言いました、京都とは違う、またブラック、富山ブラック、魚介が効いててめっちゃ美味しいです。甘みがあって、麺とチャーシューとこのスープの混ざり合いも最高でした。お卵も。ぜひ皆さん、この京都駅ビルに来た際にブラックラーメンを食べたくなったらこちら富山ブラックを食べに来てみてください。